行こう。大分トリニータあるよ。浅田大和選手の小刻みなステップ、こう姿勢がいいんだよね。こうやってるイメージ。三笘選手もこうだけどね。三笘選手はもうこうだけど、大和選手もいたらこうちょっと内股で、そういう選手はねペナルティエリアの中が強いから。 あとはね高木選手かな。大分は結構もうつなぐチームなので、キーパーもつなぐんですよ。だからディフェンス陣がちょっと守備でミス、パスのボールのつなぎ方でミスった時の高木選手のすぐ戻る戻り方。あるのよ。これはもうそういうチーム特有だけど、しょうがないんだけど。それに輪をかけるのがトスのパク・イルギ選手ね。ゴールがここにあるでしょ、はい、ゴールがここにあるでしょ。パク・イルギ選手が大体いる場所はこの辺だから。そう、遠目からシュート狙われた時に、いや慌ててたやん。大分ドリーダーでしょ。あとはもう片野坂監督じゃない。うわぁ、行け行け、戻れ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 。そんなオーバーに。いや、これでももう自重してるぐらい。佐久間ドロップスかなんかもらったんだよ、喉飴。喉がもうしゃがれすぎて、片野坂監督の喉をいたわろうとして喉飴の人がスポンサーになったんだから。我がチームをやってほしいという方、コメント欄ください。コメントにください。多かったチームをやります。今のところフロンターレとかグランパスのモノマネを上げてますけども、コメントください。